ちょっとた虫いや、あ、楽しみ、もう2分です。あ、もうあと10秒しかないです。じゃあ、さあ行きましょう。まあね、なんで、はい、あの今解禁したかというと、今夜の、簡単なお仕事ですね、応募してみた、はい、シンドラスノーマン、スノーマン兄さんが出てます、出てる、ドラマのシンドラの最終回。そうなんですよ。ということで次は何ですか。はい、次はブラック校則ですよ、はい、僕らなんで、はい、僕らの出演する。そうなんですよ。だから、ね、ドラマの予告を今、はい、僕らも初めてでしたし、はい、で今日の夜このドラマ最終回終わった後に初めて僕たちのドラマの予告がバッと飛び出るっていうことで今見た、僕らが見たドラマの予告バージョンが今解禁されるっていうとね、夜に、はい、夜に、ね、解禁されるので、はい、楽しみに。めちゃくちゃ良かったもんね。良かったね。いや、でも本当にドラマまであと3週間いいですね、はい、ドラマまであと3週間ですよ。どうですか、しおりさん。3週間か。3週間待ちきれないね。そろそろだけど、まあもうちょっとあるか、ちょっとあるか。うん、もうちょっとですよ、うん、ただね、もうね3分10秒ぐらいなんだもう1分SNS の制限時間1分超えてんのよ、うん、あ、やばいやばい、うん、もうバツバツ多分いかないと。バツバツ切られちゃうね。そうね、多分もう無理だから、うん、撮り直しかもしれんわ。マジですか。まあでもこれで撮り直しされてなかったら、あ、OK 出たんだなっていう、うん結構もうだから閉めますか。閉めましょう。時間がね、はい、あれなんで。まあでもドラマ楽しみに。だから3週間後の10月の14日ドラマスタートですし、そして映画は11月の1日公開なので、はい、楽しみにしておいてほしいなと思います。さあ、せーの、バイチャー。これなんだ、毎回これなんだ。毎回これでいく。オリジナルの欲しいんだけどね。バイチャー。